さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは第37課の2番、受け身形、ね、受け身、パッシブボイス、被動、ね、被動的表現、ね、被連坐、ね、一緒に例文を見てみましょう。まずは、これ、大家でやっぷんゆ、大家だるゆ、みんなの日本語、この教科書の37課です。はい、これですね、この教科書です。先にちょっと、単語も読みたいと思います。皆さん本の134ページを見てください。金閣寺は14世紀に建てられました、ね、褒めます。シャドーイングしてください。 Just repeat after me、ね、先生は、すいません、ちょっと待ってね、オフラインにします。先生は学生を褒めます。叱ります。お父さんは子供を叱ります。誘います。私は友達を映画に誘います。招待します。家族を結婚式に招待します。頼みます。会社の人にレポートを頼みます。注意します。道を渡るとき、渡るはクロスね、道を渡るとき車に注意します。取ります。悪い人は他の人、チータレンね、ケイタヤンね、アダピポ、悪い人は他の人のお金を取ります。 like taking, stealing、ね、踏みます。私は電車で隣の人の足、feet、ね、足を踏んでしまいました。手しまいます、失敗ですよね。壊します。私は今年携帯電話を壊しました。汚します。食べているとき服を、汚しました。行います。来週友達の家で友達の誕生日パーティーを行います。行いますは普通話の重心だね。広東語の語違反ね、これはしますと同じです。 actually same as します do ね、でも more properly ね、もう正式意見ね、行います。次です。輸出します。日本は外国へ牛肉や卵を輸出します。輸出しています。輸入します。香港は中国からいろいろなものを輸入しています。翻訳します。日本語の本を中国語に翻訳します。発明します。発明します。日本人、大阪の人、大阪の人はカラオケを発明しました。次です。発見します。発見します。昨日香港のチムサーチョイで、かわいいカフェを発見しました。米、名詞ですから読みますね、読むだけね。米、麦、石油、原料、インスタントラーメン、デート、泥棒、警官、世界中、銃、世紀、何語、誰か、よかったですね、オリンピック、ワールドカップ、東大寺、大仏、江戸時代、ポルトガル、
サウジアラビア、ロシア、皆様、焼けます。うちが焼けます。その後、世界遺産の一つ、金色、本物、本物の反対ね、偽物、フェイクね、偽物、金、キロ、美しい、豪華な、彫刻、言い伝え、眠ります、掘ります、仲間、しかし、その後、一生懸命、ネズミ、一匹もいません。東照宮、眠り猫、左甚五郎、お疲れ様です。次はですね、文系の一番だけ読みますね。これ、ここね。はい。子供の時、よく母に叱られました。叱りました to scold ね。And then, so when I was a child, I often got scolded by my mom.、ね、皆さん子供の時よく叱られましたか？あの私は子供の時あまり叱られませんでした。とても自由なうちでしたから、ね。皆さんのうちはどうでしょうか？でね、次ですね。と例文の一番を読みますね。今朝部長に呼ばれました。呼ばれましたここに来てください。何かあったんですか？出張のレポートの書き方について注意されました。これ注意しますね。これはダメですよ、しないでください。このタイプですね。次ですね、とこちら見てください、うん、と私は先生に褒められました。私は先生に褒められました。この先生に、これね、にが英語の場合ですよね。So I was praised. 褒めます。Like, ああ、頑張りましたね。とかね。あ、日本語が上手ですね。とか。テストの結果が素晴らしいですね。ってね、褒めますね。褒められました。Being praised by だね。ベイラオシュだね。クワだね。次です。私は部長に by my manager ね、部長に呼ばれました。部長は例えば、あ、高原さんね、来てくださいって来てくださいそしたら、ね、呼ばれましたですね。次です。私は友達に、これね、 by my friend、 私は友達にパーティーに誘われました。誘いますは invite ね、来てください、一緒にパーティーをしませんか、私のパーティーへ来てください、誘われました。私は友達にパーティーに誘われました。もう少し時間がありますから、ちょっと一緒に練習 A と練習 B を読みましょう。138ページですね。138ページの練習 A のここ2番です。私は部長に褒められました。私は部長に仕事を頼まれました。頼みますはお願いしますね。次です。139ページ練習 B の1番、ここですね。このね、練習 B の1番と2番を今読みますね。と練習 B の1番、レイ、私は先生に褒められました。じゃあ1番、兄、これは何でしょう？そう、叱ります。私は兄に叱られました。怒りますもいいですね。Be, get angry、ね、怒られます。私は兄に怒られました。2番、2番は課長ですね。スーパーバイザーね。課長。で、課長は来てくださいですね。そう、呼びます。はい、どうぞ。私は課長に呼ばれました。いいです。3番、 E さん、これは何でしょう？一緒に行きませんか。これ
映画ですね。そう、じゃあはいどうぞ。私は E さんに映画に誘われました。はいです。4番、はい、木村さんね、木村さん、これは何ですか。うん、そう、ウェディングね、結婚式です。結婚式、私は木村さんに結婚式に招待されました。呼ばれましたでもいいですね。私は木村さんに結婚式に呼ばれました。誘われましたでもいいです。次です。2番、女の人が私に道を聞きましたね。A woman asked me the way で、これをパッシブ、受け身にしますね。私は女の人に道を聞かれました。で、 by a woman、 これ2位だね、 by ね、うん、次です。1番、妹が私に友達を紹介しました。私は妹に友達を紹介されました。次です。2番、母が私に買い物を頼みました、ね、で、私は母に買い物を頼まれました。いいです。次3番、クララさんが私に歌舞伎について質問しました。私はクララさんに歌舞伎について質問されました。4番、警官が私にここに車を止めるなと言いました。私は警官にここに車を止めるなと言われました。はい、お疲れ様でした。皆さんのこの宿題ですね、練習 B の1番と2番を宿題にしましょう。ぜひうちでノートに書いて、またはタイプアウトね、タイプしてプリントアウトして、授業の時に私に見せてくださいね。ではね、次はちょっと特別な受け身ですね。これ普通の受け身、ノーマルパッシブね。で、次のビデオは kind of special ね、特別な受け身を一緒に勉強しましょう。じゃあまた次のビデオで会いましょうね。お疲れ様でした。